皆さんこんにちは。インスパイアの方です。今日も Ustream を使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2019年6月1日ということで令和元年6月ということですね。またですね、新しい月になりましたということで、また今月もよろしくお願いします。はい、そんな6月のですね、最初の今日は土曜日になりますけど、お伝えしたい内容は、まあ、6月から変わることということで、毎月ですね、定番でやっているテーマがありますけど、こちらについてね、お話したいと思います。では早速ですが、こちらからご覧ください。どうぞ。はい、まずはですね、2019年令和元年5月末で終わったことということで、まあ、6月から変わるってことは5月末で終わるっていうものがあるわけなんですが、ここにありますように2つありますね。au ウォレット、ウェルカムガチャ終了。そして、ドコモの家庭向けサービス d リビング終了というのが出ています。まあ、キャリアの2つですね。au さん、ドコモさんのサービスが終了ということになっていますが、早速ですね、6月から変わることを見ていきたいと思うんですが、結構ね、たくさんあるんですけど、まあ一番最初はね、結構この話かなと思います。では行きますね。6月から変わること一つ目。ふるさと納税の規制により、還元率 30% 以上の返礼を禁止ということで、まあ一部ね、問題になった、市がありましてですね、泉佐野市でしょうか、などがありまして、そのあまりにもね、こう、還元率が高いようなものっていうのは良くないんじゃないかと。まあ、そもそもね、その、最初の考えからね、反してるんじゃないかということで、まあ、いろんなね、声がありまして、国もね、いろいろとこれに対して、なんていうかな、やらないようにというようなこともね、あったのに、なかなか正さなかったので、まあ、ついに今回ですね、外されてしまったみたいな話が出ていますけど、まあ、このようなですね、30% 以上の返礼品を禁止になりました。ということで、まあ、ふるさと納税っていうものを使って、結構ですね、こうビジネスやってる方っていうのが多いんですけど、まあ、今回ので少しですね、額の面では影響が出てくるんじゃないでしょうかね。というのが大きいニュースです。はい、この後はですね、とにかくですね、値上げラッシュなんですけど、ちょっと順番に来ますが、はい、東方シネマズ、鑑賞料金を値上げ、一般1900円ということで、まあ、映画館などですね、値段の上がりですね。まあ、こういうものは出てくるんですけど、ここからがですね、ちょっと怒涛なんですけど、ちょっとで、ざーっと見ていきますが、はい、日清食品、即席麺、カップヌードルなど、およそ160品目を値上げ、東洋水産も、値上げですね。そして、続いてですね、エースコック、の値上げ。で、産業食品値上げということで、まあ、いわゆる即席麺と言われているものの中ですね、値上げが相次いで行われてきています。あと、明星食品、マルカ食品も一部商品で値上げということで、まあ、ほぼ主だったところ全部になってくるんじゃないでしょうか。値上げのニュースが入ってきています。はい、そんな中で、今度はですね、次のジャンルになりますけど、こちらですね。ニコニコのり、白子って言うんでしょうか。大盛屋、そして藤子などで、海苔業界ですね。海水温の上昇などによる生産量の減少で値上げということで、まあニュースが入ってきています。さらにはですね、こちら、ハーゲンダッツが20品目で値上げということになってますね。さらにありますよ。まだあります。家庭用油でも、昭和産業と J オイルミルズが一部商品で値上げ、などが出てますね。まあ、この辺までが、ちょっと飲食関係のものが今出てきましたけど、次はですね、こちらですね。王子製紙、ティッシュやトイレットペーパーなど、全製品ですからね、これ最大で 10% 以上引き上げというものが出ています。まあ、これ紙業界なんですけど、まあ、値上げのニュースが出てるんですが、まあ、実は4月から、言語が変わるということで、紙がね、不足しているっていうのことが結構ニュースになっていたんですけど、すり直さなきゃいけないんですね。で、なかなかね、大量のチラシとかポップとかを作るのが、難しいみたいな話が一部の人が聞いてるんですけど、まあ、今回、その紙業界の話と、その、
いわゆる元号の絡みと関係あるのかどうかちょっとわからないんですけど、不足してるんでしょうか、値上げのニュースが出ています。はい、そしてですね、今度また2ついきますけど、伊藤園、ポッカ、札幌ですね、大型サイズの飲料を値上げということで、まあ、ペットボトル型の2リッターとかの大きいやつですね、の値上げっていうのが出てきています。はい、そしてですね、続いてどんどんいきますけど、ポテトチップス、河野池屋ですね、小池屋か、小池屋でも、値上げということが出ています。さらには、カルビもですね、ポテトチップスなど値上げ、そして、ベックスコーヒーも値上げなどですね、値上げニュースがどんどん入ってきていますね。でここまでが、まあ、6月、今4日になりましたけど、まあ、ほぼ6月からということで、値上げのニュースが相次いでいるんですけど、ここからちょっと外れましてですね、2つ紹介したいと思いますけど、はい、ドワンゴの位置情報ゲーム、テク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 サービス終了ということで、まあ、これ結構ね、鳴り物入りで始まったサービスだったんですけど、まあ、ドワンゴさんがですね、今結構こう、厳しく、経営が厳しくて、いろいろとですね、そういう不採算部門っていうのをですね、外してきていますので、それの対象になったようですけど、終了というニュースが出ています。そして、Google、VR コンテンツ作成サービス、ジャンプ終了へということで、これもね、2015年から始まっていったサービスで、僕が使うとこまでには至らなかったんですけど、これ条件的なものなのか、日本語対応してなかったのかちょっとわからないですけど、僕のとこまで対応できなかった、そういうものがあれば必ずトライするんですけど、そこまでいかなかった うちに終わってしまったという感じですけど、まあ、Google はですね、VR っていうものを、あんまりこう今力入れてなくて、まあ、どっちかというと AR の方になっていて、まあ、これ世界的にも AR の方が今ですね、注目が集まっているんですけど、まあ、ここもですね、そういう影響もあるんでしょうかね。終了へっていうニュースになっています。そしてですね、6月最後ですけど、こちら28、29日、G20 サミット首脳会議が大阪で開催。いうことが、まあ、6月の大きいニュースかなという気がしています。まあ、以上ですね。まあ、6月で起こること、変わることということでお伝えしてきたんですけど、ちょっとね、なんか値上げのニュースとかが多くてですね、なんていうのかな。もうちょっとなんか変わることっていう、ね、ネタが欲しかったんですけど、それがあまりなかったんですが、まあ、実はね、この陰でちょっと大きいなと思っているのが、仮想通貨ですね。仮想通貨のビットコインの値段が、まあ、少し4月ぐらいから、まあ、上がっていたり、そして今日ですかね、出ていますけど、モナコインでしたっけも、上がっている。で、コインチェックが、もう一回入ってくる、参入する、みたいな話の中で、少し仮想通貨周りが賑やかになってきているんですけど、まあ、この辺のものはですね、その、今回のキャッシュレスの話とは全く、関与してなくて、関わっていないんですけど、仮想通貨対象になってないので、なってないんですけど、うまくね、こう、本当はね、このキャッシュレス波と乗れればよかったなと思うんですけど、なんか次のステージなのかどうなのかわかりませんけど、まあ、ただちょっとね、この辺も注目なので、押さえておきたいニュースかなと思っています。そして、なんといっても6月はですね、気づいてみればもう6月になっちゃったんですが、本当はね、4月からとか言っていた、そのキャッシュレスに関しての消費者還元事業の、決済業者が4月12日に仮登録されて、で、5月の13日に、登録者が発表され、そして24日に追加業者が発表され、そしていよいよ6月からですね、その登録された決済業者が、そこに契約した加盟店ですね、一般の小売店、サービス業の方に、書類なり、なんなりで、その、今回のキャッシュレスに参加するのかどうかっていうですね、手続きの連絡がこれから入ってくると思うんですね。で、これが入ってきて、6月に、もう6月早々に入ってくると思うんですけど、入ってきて、で、それで、そこでですね、書類書いて、そうすると、それをですね、今度、もしくはその決済業者か、国が、審査をしまして、
初めて登録されます。なので、自分たちの会社がキャッシュレスを導入したからといって、ポイント還元の対象になるんでもないし、キャッシュレスなら何でもいいんでもないし、そして、キャッシュレスに対応しているサービスであっても、今回の認証されなければダメだし、もっと言えば、実際使ってみた商品が、そのキャッシュレスの対象になっていなければ、やっぱダメだし、ということで、まだまだちょっとね、ハードルがあるので、そのあたりをですね、ちょっと押さえておいていただきたいなというふうに思っています。はい、あとね、6月から変わることということで、あともう一個ね、その、注目なのは、少し一旦落ち着いた感に見えるですね、ちょっと戻しましょうか。株価ですね。株価の方がちょっと一旦も落ち着いてはいるんですけど、この辺がですね、どうなるかですね。まあ今回 G20 があるので、まあ、ここまで、なんとかですね、6月28日耐えられるかどうかわからないんですけど、まあ、ちょっとね、悪かったので、景気が、下降気味になっているみたいなニュースがこうあってですね。で、これがちょっと悪い感じになっていると困るなぁと思っていて、実はですね、ずーっと良くないんですよね。今ね、ちょっと株価見てるんですけど、ずーっと良くなくて、ちょっと見せしましょうか。はい、こんな感じです。はい、出ますでしょうかね。はい、こんな感じだって、今ね、2601円になっているんですけど、まあ、ここら辺のですね、時までから、こうずっとちょっと落ちていてですね、ここ最近こうずっと落ちていて、で、まあ、世界のいろんな情勢、まあトランプのいろんな発言とかもあって、こんな感じに今なっているんですけど、で、この状態が、こう、まあ2万円を割り込む状態がもし続いていくことがあれば、その、消費税の増税のことがどうなるかっていうことが一つと、そして7月に参院選があるので、もうそろそろですね、その同時っていうことを言うんであれば、決断をしなきゃいけないので、そして5月末でいろいろ数字が出てくるので、その数字が6月頭に発表されてくる中で、決断をするならするということになってくると思うんですが、まあ今の雲行きでは、まあ多少景気が悪くなっていたとしても、継続をするんじゃないかという動きになっていますが、というのは、過去2回ね、消費税って延期されてるんですけど、その消費税2回延期された時と、今回の決定的に違うとこは、今回ですね、今年度の予算が決まった後で、今議論が始まってるんですね。で、過去2回は、来年度のその消費税に関するですね、予算が決まる前に、増税かどうかっていう話は出ていて、で、もう今年って、10月ですよね。前回まで4月だったので、で、今回もう決まっちゃってるんですよ。で、なので、よっぽどのことがない限りは、まあ、延期はないんじゃないかなとは思っていますけど、まあ、なんせね、この、経済水物なので、まあ、この雲行き次第ではわからないし、まあ、あってはいけないんですけど、例えば大きい災害があるとか、っていうことになれば、当然景気がね、まあ3.11級のね、ことがあるとか、まあ南海トラフ地震があるとかっていうことがあれば、もちろんですね、何らかの形で影響を与えてくると思うので、まだ何とも言えませんが、このような動きになっています。で、これが6月を超えて7月に入ってくると、ちょうどですね、東京オリンピック1年前に入ってくるんですね。で、一応カウントダウンみたいな感じになってきますので、そうすると少しね、こう、なんとなく、こう、1年、待とうみたいな、我慢して、楽しみに待とうみたいな雰囲気になっていけば、少しムードとして、もう盛り返してくることもあるかもしれないんですけど、まあ、この6月結構勝負の月かなという気がしていますね。まあ、決断するにしても、もうこの6月しかないし、で、まあ、今回のこのキャッシュレス消費者還元事業に関しても、もう、一般のね、小売店の方も決断するのはもうこの6月なので、そういう意味では大切な月ですね。そして、今年のちょうど半分折り返しでもありますので、ぜひね、そのあたりをチェックしてみてください。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。